リレン、先日発売されたばかりのタピア2でございます。皆さんお手に取っていただけた方も多数いらっしゃるかと思うのですが、12面のカットが面と角で押し出せる12角形のカットを採用しておりまして、こちらでグリップが本当に決まりやすくなっております。その下のシャーク角形なんですけど、角を削ってあるのでちょっとマイルドな感じなんですよね。本来かかりのかなり強いシャークカット、本作では角を起こすことによってきつすぎないカットでしっかりダーツに力が乗る。ちゃんと見えるようになった、まあ、一番先端の方はいつも自分が使ってたシンプルなリングカットをちょんとシンプルなアシストカットとして、やっぱアシストあるからいいですね。ここがツルツルすぎるとうちはなんか見失っちゃう。ここがちょうど中指がかかるくらいで、なんかスコンってなっちゃう。中が、ここにしっかりあってほしいみたいな感じなんですね。ここ本当にあのカットのない面だけは唯一触らない触らないからここは大丈夫。でも先っぽはあってほしい。で重心が1000ミリやちょい後ろですね、ソフトの方は。全体的にちょっと手刀で投げてみたけどすごい投げやすかった。ありがとうございます。やっぱり飛ばせること重視でいつも投げてるから、自分の飛ばしやすい形にしたかったんですよね。そうなりますとやっぱりちゃんとね、飛ばしやすい、皆さんも飛ばしやすいって結構言ってくださるんですけど、ちゃんといい形になったなって自分で思ってますで、スティールの方は、まあ、同じ形なんですけど、自分あの先っぽの方が、チップじゃなくてポイント、ポイントまでちゃんと滑らかにこうスーって細くなっていくようにしてほしかったので、そこだけちょっと形状が変わる感じがあるんですけど、でそれでスティールはちょい前重心に変わります。やっぱりポイントとかもあれもあって、その分でちょっと変わっちゃうんですよ。そう、でもスティールだと前重心の方がこぼしやすい。みんなそうなの？違うか。そうだろうね。人によると思うけど、結構でも投げやすいよね。うちはなんか前重心の方がスティールは気持ちよく飛ぶ気がする。ね、皆さん。お手に取っていただけたでしょうか。マイルドシャープ、しおりマイルド、そう、先端のカットね、お金は大事、皆さんぜひ使ってください、faster.